大画ドラマ、どうする家康がより面白くなる歴史解説です。さて、前回は、うん、えっと直政の初陣までお話し、うん。そうですね。はい、長篠の合戦の少し前に。うん、ようやく出資ができた。うん、そのいきの話をしましたよね。はい、で、出資した後、あの数年。経って。うん、あの、初めて初陣、武田勝頼が出てきてますね。はい、で、その。 田中の城の攻防の時に、うん、あの田中城ですよねちょっと紹介しましたあの初めて初陣で手柄をあげて、はい、みんながびっくりしたなんて書いてあって、うん、あれは持ってやるなって言ったっとこなんですが、うん、あ,のあれが初陣というふうに一応東照宮実記では記録が出てくる。うん、で今回はねじゃあ初陣した直政がいつからその他の 武将たちと肩を並べる、うん、他の武将というのは本田や坂木原たちね、はい、肩を並べるいわゆる侍大将となったのかというあたりからちょっと話をしたいと。うん、でここにね、はい、こ名称原稿録っていうのが、うん、まあ資料として残ってるんでこれはまあ信の信憑性がうんぬんっていうところではまあ論外のものなんだけども、まあ、つまりこれまでの徳川時代のさまざまな あの、徳川の創業期の後進たちについて。あの、いろいろと伝わった、言い伝わった、言説を集めたもの。うん、と考えればいいと思うんですよ。ここには、こうやって書いてある。武田氏が滅んだ時、家康公は忠次を呼び。甲州武士を預けると言った。うん、武田の維新たちを。お前に預けると。うん、これ、えらい違いだね、これ、よく聞かれるんです。 信長はね、はい、滅ぼした相手、すべてほとんどを寝たようにしてきます、うん。そうですよね。うん、でね、まあそれと比べるわけではないんだけど、多くの武将はそうするんです。うんうん、別に信長だけじゃない。あ、そうか。後々遺恨を持ったのが、うん、将来自分にまた技を振りかけるかもしれないという恐れがあったの、ね。復讐ですもんね。うん、でね、その点がイエスが違うところでね、うん、彼はどうやって力をつけたかといったら。 軍団を強くしたというよりも、味方を増やしていったんです自分どん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 。だから彼の成長とともに彼に味方するものが増えてきた。いい作戦ですよ。それによってね、その徳アイヤスというのは次第に天下人の器になっていくんですけどね。その味方を増やしていくっていうところあたりがね、彼を信用しなければ誰もみんな味方にならないでしょ。そうですね。そういう信用を 彼は例えば味方からの合戦的にあんなリスクの大きい戦いにあえて挑んだのはなぜだと言ったら、うん、そういう信用をやっぱり勝ち得るためだよという先生もいるんですね、うんうん、で僕も賛成です、うん、あのそうやってイエスが天下人になったら味方を増やしていく、うん、この難しかった武田の武士たちも、うん 彼は味方にしてたんです、うん、攻,め攻め殺そうとしたのは信長だったんです<ー>けども家康は味方にしてっただから、うん、あのその一つの例としてね、うん、一番強かった山形正陰という大将の軍団がいました、うん、彼らの軍団は赤色の部足をつけていたって有名なんですね、はいうん、この山形正陰の中心とする甲州武士を 預けると言ったんです山田正景は死んでしまいますけどね。うん、でしかし忠次はね「いい直政に付属せられますと」と、まあ、家康が誰にこれを預けようかと言った「いい直政に付属せられませと」と、うん、若年ではありますが武勇に優れたる者甲州武士を付属せられれば、うん、ますますもって励みのためになるでしょうとこういうふうに言ったというんですね。うん、家康公は感心して その通りにした後忠次のもとに原康政が怒って訪れるそれがしが武功で直政に劣るとも思いません。なんでせめて半々ぐらいにしてほしいと全部やつではなくて半分ぐらい俺に起こせと言ったわけいただきたいものだ口惜しいゆえ今から俺が直政と 直談判して差し違えてくるって怒った穏 <laughs> やかじゃない、うん、まあこれい,いやい,いやとああ気持ちを曲げぬ所存かなと、うん、気持ちを曲げ曲げ曲げん気かお前は直政に付属させたのはこの私の信玄によるものだ、うんうん、意味が分からんかとこう言って怒ったっつうんですよね一喝した、うん、これはどういう意味かというと、うん ものの武士はよそ者の直政に任せようと言った、うん、それはよそ者同士で気持ちがわかるところあるだろうというまあ忠次の計らいであったのか作戦であったのかねこれ大当たりしますよ、ねうん、そうですね、うん、で一括した康政も納得したんですよ、うん これ以降ね、うん、安松とその阿は兄弟のように仲良くなったんっですおろおろ <laughs> そういうことってのはあるんだなと思ってね。あそうですね。これなんか、うん、男子の友情っぽいですね。うん、コロっと。<laughs> いつから侍大将か？<ー>この時です。武田氏が滅んだ後です。うんそういうことね、うん。で、このデビューをしたのがはい。 長くて、この長くての合戦だったんですよね。ちょっと見ていきましょう。これが、いわゆる本物の赤備えのもとになった。小幡氏の紋付き赤備え具足という。すごいでもこれは群馬県。ですか。当時の結構ね、傷んでるから、すごい、すごい残ってるんですね。神楽軍にありました、神田町の博物館ですね、これ。で、この小幡っていうのは。あの、山形正景の、あの、寄木の一番。 たくさんいた、うん、連中の一つ。ああ、そうですか。だから、この小幡一族っていうのは、赤不足、うん、赤いぞない不足をつけてた。はい、うん。うん。それから、これが、<あ>その後、旗印ができましたよね。こういう。これが習字、赤字。うん。習字、井桁。ね、門の金箔押しの旗印。井桁、うん、のね、いいの、いですよね。はい。 まあ、これはあの、稲佐の、稲佐っていうのは飯野屋です。はい。にあった歴史民族資料館にあったものですが、うん、ここ潰されちゃいました。どう、え潰されちゃいました。うん。あの、要するに市町村合併で合理化しましょうってやるでしょあ、じゃ、その、に、それにより閉館みたいな。閉館。あ,あ。 ここでこのことを言うのは何ですけどね、<laughs> はい、市町村合併というのは合理化のために必要です、そうですね、必要な部分は確かにありますが、うん、そのために、うん、あの郵政民営化ののの時もそうだったんですすけどねね、はい、田舎の地方の郵便局ななくなりまよ同じようにね、うん、この市町村合併でそれぞれの市町村にあった地元の資料館というのはやっぱりなく,なくされていくんです。で 全体の市の博物館なり資料館とに入れなさいそこにそこに収められるんですね。合理化しちゃうんです。これ合理化したらダメですよ。これその土地土地のいいものがねあるんです。本当そうですよね。ということでまあ僕はあまり政治向きなことは言いたくないんですけどあのこういう自分に関わるところで言うと残しておいてほしいなと歴史のね思います。全国の市町村の市長さん、総長さん。 よろししくお願いいたと思す大変かもしれないですけどねその歴史があって今があるわけですからねそうそうそうあんまり合理化でこのためには学園さんもいりますからね人人件費もかかりますそれも分かりますけども残すものは残してだきたいそこはなんとかってところですね本当に今これが見られるのは彦根城の博物館ああそうですか彦根城ねということでこんなもので赤空へデビューこれが ここに先手の人々はや首取りて帰りご覧席へ奉る者も,も少なからず書いてあるこれ何かと言ったら十人の鉄砲頭い、e、い万千代直政が二千余兵を先とし二千御旗本には古生のやからね並びに甲州侍のみを工法して書いてある直政勢は藤の根の 霧通しよりこれはどこかというと富士山ではなくて長久手の山です進めば、うん、君もその後より、うん、だからまず直政が2,000の兵でずっと進んでいった後を、うん、家康本体がついていったということです、うん、ね田の中をすぐに引き続きかからせたもうと、うんうん e、いいが赤備え長久手の辰己の方よりえいという。 「えいとうえいとう」と掛け声して「堀が備え」に競いかかるうん、うん、堀が備えというのは「堀秀政の備え」に競いかかっていた「えいとうえいとう」エイトエイトという非常に生々しい書き方がしてあるよねで、えー、挑みかかっていって、まあ、こんなふうに頑張って最後に大将首を取ったぞとうん,うん。うん 大将の森藤氏のからあの池田親子、うん、それから森長義ですよね。うん、森長義はとにかく伊弉乃に打ち取られる。敵敵の大将三人がやられた。<ー>これが長手でイニオスが勝った時の様子を書いたもので、その戦闘を赤ずなえの伊弉乃がえいとうえいとうと言いながら進んでいったというのが面白いですよね。うん <laughs> <laughs> これ最初何なんだろうと思ったら読んだときにエイトエイトウ <laughs> エイトじゃないのかと思った掛 <laughs> け声で書いてあなるほどね<あ>どこで切るのかもねエイトウエイトウと掛け声うこれがデビューで <laughs> この様子がこの これが長くて合戦屏風ですね。大阪の大阪城天守閣に残っている資料館にあるんですが、この部分にそのいい直政が出ています。本当だいますね。でこれだけじゃ見えないでしょ。でちょっとアップしましょう。こうと書いてある。ここの白い馬に乗っている立派な大将、これがいい直政です。でこれ見るとみんな赤色の具足をつけてますね。これも赤です。 赤砂汰になっているんです。で、これがいいなオマで別にほら角じゃないでしょ。本当ですね。でもまあぽいと言えばぽい。ほらもう前前出しですもの普通の兜ですよ普通の兜か。本当だ。このよく見たらはいクワガタ兜なるほど。をつけてるということなんですがね言い直オマサ赤砂汰の軍装ですよという様子がわかるけどここで面白いのはまあ面白いよく見て

こういう軍装。そうね、信長なんかねイメージ、な南蛮好きっていうイメージ。でも、えー、信長の隊にも家康の隊にもこういう当時トライしてきたこの山高帽の形をした被布を被っていたってなんか書いてある。え、何じゃあちょっとあのちょっとこの中でも、うん、こうファッションリストみたいなちょっとおしゃれさんお,おしゃれさんこと？おしゃれものだったんですね彼ら。らじゃあこの二人はちょっとあのおしゃれな感じの。うん かたんですね。ゃなええ、面白い。まあこういうものがね、うん、よく見ると書いてあるんですねこれだからこの合戦病風って見ると本当に面白いの、えー、僕はこれなんだろうと思って調べたんだよこれ。えー、聞いたら「<laughs> あっ山高坊ですね」っていうことだよね。でも片やかぶってない方もねいらっしゃったりとかする、ねうん、これはまあ。 俺は兜なんかいらねえぞっていうのを主人に見せつけて、強いんだぜと、うん、そう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 そんなところでしょうね。うで何流行していたら何番どれの兜をつけたあかずないもいる。<laughs> そうなの。えー、はい。またこういうものをね、うんち、知識として仕入れたらまたぜひ見てください。<laughs> いや面白いです面白いです。です <laughs> そして直馬さんはあそこでその声を上げますが、うん、なんと言っても天下を決する一言っていうのが残されています。お これもねね長いいです彼が関西府に書いてあるんだ、ねうん、小山少城の前夜、うん、家康公側近の本田正信、ねうん、は,い、は豊臣の将はこれは関ヶ原の前ですよ、うん、統制に従ってここまで来たけども、うん、例えば福島だとか池田とか細川とかっていう連中ね大阪方によって祭子をことごとく人質に取られていると。はい、今は 諸将を一旦大阪に返しましまょうとう怖いよ、うん、こいつはいつ裏切るか分からんぞと言ってるわけ、うんうん、まあ本田らしいですよねで領地を安堵するがよろしかろうと返して、はい、俺はお前たちをもう恨まないから、うん、領地は安堵するぞとだから俺に敵対するなと言えよって言ったわけですよ、うん、そうのがよかろうと言ったんだけども,だけどもそして箱根は、うん もともとの三河府大の武士たちのような、うん、古くからの武士にしっかり守らせて、うん、ここを死守する江戸を守ってほしいとうん、うん、これこそが大事だと言って進言したいや僕もそう思うもん。うん <laughs> 先生も思っちゃうでもこれ今解説していただけたらいただけの聞いて私もちょっと分からずながらも思いますそっちの方がいいだろうなというの書書を人質が取られたままで置いとけますか無ね。ちょっねもうすると「いや俺ら奥さんの子ども大事だね」って言って「バイバイ」ってやつが出てきてこっちに相場向けたら選ぶと思うからだから先に返しましょうって安堵する。 俺はお前たちのことを敵と見ないぞと言っておく。これが大事だと言った。だから直政さ違うって言った。違うこれに対して直政さんは天が与えてくださったこの機会を得ずんかえってその災いを受けることになりましょう。そういう考え方ね。時すでに至れり。もう敵は旗上げたじゃないか。時すでに至れり。 いち早く太平を率いて、うん、旗を紀内に進め、大阪のに進め、うん、天下を一つに定めるべしと考えます。今こそ今この機に及んで我々に敵対するものなどおりません。って言った。生きった。うん。正信殿の策に従えば、うん、北条氏と同じく、うん、社食つまり自分たちの管理するものを失うことになりますよ。うんと 家康公はこちらの提言に従ったまあこうやって言われちゃうと確かにこっちもって思いますね今この機会を逃したらもうないですよって言った、うんね、直政の一言<ー>これで正信さんは、うん、まあ、しょうがねえなってことを思っ<笑><笑>でもねいい結果に出たというかその通りです、ね、誰も諸将なんて豊富の諸将裏切りに出たこれを言ったもんだからうん、うん、家康はね、うん、この 直政と、うん、それから絶対にそうしようぜっていうのが誰本田忠勝ですね。忠勝でしょう、うん、<laughs> でしょって先生あの2人を <laughs>、はい、2> 豊臣の諸将が先発するの、はい、終わりの清須城まで、はい、清須は福島正則の城だった、はい、でそこで家康が来るのを待たせるわけ。そのために 彼らが本当に裏切るか裏切らないか全部見張ってろと命令されたのが直政と忠勝だったでもイエスがちっとも来んもんだから、はい、もうイラ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 して <laughs> <laughs> 危ないところになるんですねその時に直政や忠勝が、はい、まあまあまあ、まあ、おの各々方と言って抑え、うん、ていたでいざ関ヶ原の合戦になると直政や直政が先頭を切って出てって先陣を切って。はい 本田が後からしっかり守って活躍するんですよねまあそんなことでねこういうの残ってる一言で決まったでこれはね実はこういうことがあってこれが関原の合戦屏風でここにイがあるでしょここに本があるでしょ本田イイそれからここにイイ直政の娘婿これが松平忠義だ 松平忠義のこれ終わり藩主になるね終わり松平家のもとになる人、ね、これがあの3人が徳川方として関ヶ原で戦った3人なんです。でイエ康本人がここにある。 立派な屏風ですね。でもすごいまあこういう屏風もね、こういうふうにち見ながらこう行くとね、面白い。これなんか本田忠勝がね、馬から落ちる絵が描いてあるんだよ。お、そうなんですか。ええ。どっかにないかな。ここではちょっとないかもしれない。こここ乗ってますね、馬に。うん。ね。落ちるところ描いてる。落ちるところ。落ちたんだ。で、その様子が描いてあるのが、伊能忠敬、尾富美とあります。尾富 これ鳥居忠鳥友という家老、うん、鳥居家の家老が残し書き写した家康公がおごに書いた手紙の写しです、うんうん、おごに手紙に書いてある、はい、これを定金と「定勤状」とこれは「よく聞きなさいよ」という訓戒の手紙ですお<う>これはね「おふみ」とも呼ばれてるんでよねここに。で、あのー、ここに何て書いてあるかというと「いい勝負歌言う」って書いてある。うんはい リーダーとしての直政の実像が書いてあるんですん手紙の中に<う>私には、うん、いい標武将いう直政という家臣がいます直政は普段言葉が少なく、うん、何事も人に言わせて黙って聞いており、うん、気分が沈みがちで、うん、引き立たないように見えます、うん、静かなんだよいつも、うん、しかし何事も考えが決まれば、うん 直ちに意見を述べるのです特に我々の何かの考え違いか皆、うん、の相談違いか、うん、ためにならないことは人のいないところで、うん、もの柔らかにことの善悪を申し述べるのです素晴らしいお前の言ったことはな、うん、ちょっと違うと思うよとうん、うん、みんなのいるまでバンって言うんじゃなくてね 多分さっきの一言は違ったけどねああさっきのね、うん、一言ね、うん、それゆえ後には何事もまず、はい、安子はね井井いい直政に何々に相談するようになったところ手紙に書いてあるうん。つまりそういうリーダーとしての直政の優れた一面っていうのはねあの企業でもありじゃないですか。すぐにこう偉い上司偉そうな顔したのが呼びつけてみんなの前で叱るぜ対 絶対にアホだね。ねやっとるとダメですよ、<laughs> これは自分が中学校の教員やってる時も同じ、はい、あのよからぬことをやった子でもちゃんと別室に呼んで指導します1対1でこれ先生が何人も来ちゃって一人って言うとねそ突っ張りますよ。そうですよね。からみんなの前でやっちゃったら完全に悪くなりますよ。 みんなの前でで怒られてたタイプですもうすごく嫌でしただからそれはやっぱり一人一対一で前に言ったことはなく言って、まあ、分かりの話す話で大体分かるそこの手段を取り違えると、まあ、身の危険っていうのは確かにあるからね一人では行けませんって今言われるけどほら複数で行っちゃったら相手は構えますもんね、うん ということを言ってるんです。これ。素晴らしいですね。会社の上司でもね、あの褒めるときはみんなの前で褒めてもらいたいですね。褒めるときはみんなの前で。叱るときは人で。そうでね。うん。これは鉄則です。鉄則確かに確かに。ああ、そういうことね。そういう。これはその伊那正の。かっこいいですよ。僕はこれ一番一番好き。先生これ一番好き。でもこれいいですよね。ちゃんとね、あの馬馬もちゃんと全部ありますし。 彦根の駅前にある井伊直政の一番かっこいい石像騎馬像ですが今彦根はね彦根の駅に来る人ほとんどいないんですみんなバスか車で来る彦根城に何に会いに行くかって言ったら直政やね彦根に会いに行くんですああでもそうですね彦根に会ったら「いや」と言って帰ってきてす確かに10年ぐらい前から彦根がもうここ行った時はガラガラ誰もいませんよ 彦根の駅前に行って、うん、ぜひ会ってきてくださいと言いたい、ね。ですね、これどうですかもう、その彦根城に引っ越したら。彦根の駅前で。いい、いいですよ、<laughs> ここちょっと見なさいよ。ここちょっと行きなさいよと。ということね、から、本物の姿に近い木造と言われているのが、これ。龍潭、うん、寺という。生まれたお寺。 ところの木造が残っています。あ、なんかちょっと意外。うん、なんか今までのイメージの中の、うんね、まあでも落ち着いたいい顔してますよ。そうです。これ結構なんかこう年齢いってからのなわ、うん、さですね。これいいなわさの。だから両端寺の方でまあ特別に拝観させていただければいいですけどね。<ー>御玉屋の中に入っています。そうなんだ。ね、うん。 とということでね、紹介しておきますが井伊直政は最後「はい、開国の元君と呼ばれたね、はい、これは「寛永諸国軍経図伝」というところに出てきますがうん、うん、こういうふうに書いてある大権現大阪に入った時ですね、うん、ご入場の時天下一統の上諸将にこれは何を命じたかというと、うん、井伊直政は「開国の元君なり」と書いてそる。 沢山の十八万国を与えたってことがここに書いてあるんですね、うん、で一番トップのこれが書領だったんです伊奈まさ、うんカシのトップになったんです、はい、でその時に何だかっ言ったら彼こそが開国の元君なりと言ってるなぜって言ったか侍大将としての軍事的な活躍はこれはもういうに当たり前、うん、だけどもこれはあの伊彦根城博物館の伊さん今のご子孫、うん あの方も言われることは徳川の外交官としての活用がすごかったんですよ、うん、みんなが嫌がってやらない外交の仕事を彼引き受けてやった、うん、何やったかといったら関ヶ原合戦の後の大名たちを、うん、特に豊臣方の大名を、うんはい、あんたここに何万石ねあんたここに何十万石ねっていうふうに、うん 図面では決めるけど、説得に行かなきゃいけない。それ大変な仕事。え俺がなんだよ。っていうのばっかりですよ。そうですよね。そこを直政が行くと、みんな、はい、わかりました。仁徳、仁徳。素晴らしい。ねこれが大きかったんじゃないかと。で、開国の元君という。やっぱ、こう、すごいね。こう見ると、こう、家康って、本当に恵まれ、め、まあ、家康がそういうふうに。まあ、育てたまで行っちゃうと、ちょっとあれかもしれないですけど。 なんか恵まれた部分と家康のその人徳でそういうふうに育っていった部分ありますね、うん、家康がね多分だらしだったんですよなんてこと <laughs> そんなにね何でもできるスーパースターじゃなかったから支えてだからこういう家臣が育つの<ー>だから立派なリーダーの会社の皆さんリーダーが立派すぎると会社育ちませんよ <laughs> ああそこねそこね でね、ちょっとぐらい頼りないところがね家臣が一生懸命このリーダーを支えようとする人徳がなきゃ駄目ですその代わりあこの人嘘を言わない、うん、約束は守ってくれる、うん、そういう人徳から人を公平に見てくれる、うん、公平に評価してくれるそのことがさっきの「平金上に出てきます」うん、でそういう人だから決断力がなかったり強くなくても「よし俺ら頑張るぞ」っていうふうになってくれるでこういう人が出てくる。 もっと早く知りたかった、そういうの、うん、<laughs> ということですよもうちょっと人生早くそれがね、この徳川家康の人徳そうですね、うん、だから決してスーパーサターじゃありません、うん、でも今ちょっと大河ドラマでいい風にこう描かれてますよねそ、うん、周りがやっぱりすごく支えるでしょうそうですね、うん、またなんかもう何やってんだ家康っていう部分でもうま脇がバッチリですもんね、うん おだけと信長に言ったらいいけどかっこよくなったなと思ったら <laughs> そうあ言っちゃったしてや謝らなきゃと言ってね <laughs> 朝一番で謝りに行きましょうみたいな <laughs> そうそうあんなもんですよ、えー、でもあれもいいふうにね展開しましたもんね、うん、ドラマの中ではだから全てああいうふうなんです。うんあ 若者だったけど、うん、周りに対して自分が誠実であれば、うん、周りは一生懸命自分のことを支えてくれるし<ー>そしてああいう立場でも戦国大名になっていけるんだすごいそれはもう本当、うんうん、ねみ,みんながここ心に留めておきたいもの部分ですねそれは本当にそうでしょ大事ですよで最後は毛利氏ね島津氏との交渉を彼がやってさあこの人が いい家の子孫に出てきます、開国のもう一人の元君、この人が、直です幕末の日米修行通商条約を結んだ、日本の開国近代化を断行した人は、この人ですよ。なんかイメージ違いましたいのは購入を殺せと言って、改革尊皇攘夷派の連中が、彼を狙いますよね、粛清したから、いうことけけと言って。 最終的にはこの人安静の大国あまりよくないことやって反対派を捕まえて、うんはい、特に吉田松陰だとか<あ>橋本早苗という人を処刑しちゃったんですでいい、e、の赤鬼と言われたけどこの赤鬼というのは、はい、赤備えの鬼のような直政から赤鬼とつけられた昔から言われてた、うん、でその子孫でい、e、いの赤鬼。でもねこの人ね、うん、厳しい顔してるけど、はい、このね何ていうのかな 腹黒い人じゃなかったんです。最後殺されちゃうんだけど。これは何が残ってるかというとね。これ。彦根城行ったらね、遊びに行ったら、彦にゃんと遊んでください。その後ね。ここにいたし、これ埋もれ木の矢と言います。埋もれ木の、の矢。もう。十何、十四番目の子だったかな、直政。あ、直弼は。完全にもう、数百国もらって、部屋住み。 城から出て、小さなお屋敷に住んでたんです。うんうん、これを埋もれぎのやって,て。で、これ、こういう文章のこしてる。だから、静かにお茶をやったり、うん、書をやったり、うん、学問をしたりしてたんです。いい人生ですよそもそも、茶の湯の公開は一期一会と言って。うん、一期一会と言って、例えば、幾度。 何回でも同じ人が来ても今日の会に再び帰らざることを思えば今日来たことは二度ともうない再びないそれを思えば、はい、実に我一世一度の会なりだから今日あなたと会って <で>はい、こうやって YouTube の仕事をしていますが、うん、まだ今度も絶対にあるという保証何もないわけだから一生一度の会なるほどだから一生懸命やろう、うん、だからそのためにあのいささかも「これ粗末なきよう」と、うんうん、この一生懸命実意を尽くしてこれを客をもてなすんだということが書いてあるこれを一期一会という,という。うん この言葉って今有名でしょ。いちごいちえね。いいなオマサが言ってる。いいな直輔が。直輔がね。ああ。だからここに行くと彼の書いていちごいちえという字格が掛か,かってるんすよ。素晴らしい。でもそこからのもうなんか知らない人がいないっていうぐらいの言葉にね<う>なってきましたね。彼はこういう人だったんです。んみんなを大事にしたい。それが抜格に入って、はい、今日本で一番大事なことは国内で争ってる場合じゃない。うん、外国と。 国を開いても始めなきゃダメなんだってことを押し通すために鬼になったんです。うん、そういうことですか。だから伊家というのは、うん、鬼の赤鬼の開国の元君が初代と最後に出てくるんです。うん、おおすごいなんかすごいお家柄ですねそうなるとねしかもこういうねおもらぎの家のようにどこに住んでた人<ー>ということで今日はここまでにしたいと。そうそうそう 大きく言っちゃうと今の日本があるのもそれきっかけかもしれないですし、ね、本当に。まあいいのまさをまあ全部が全部詳しくあの好きな方はね調べていただきたいんですが、大物ざくっと話をするとこういう人物だったよってことはね、理解していただければ。不安多そうですもんね。この武将もね確かに。はい。じゃあまた次回も、こう今回も前回もずっとそうですけれども、はい。濃い内容でね楽しみます。はい、よろしております。どうもありがとうございました。どうも。